井上のふさは、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将。黒田氏の家臣。黒田二十四期、黒田八虎の一人。主な通称は黒江門。天文二十三年、井上幸忠の子として、張馬国職東軍末元教に生まれる。署名は、聖国を名乗り、黒田職高氏に故障として使える。天正六年、黒田義高が、 荒木村重により有岡城に遊兵された際には、栗山俊康、安、法利智信と共に有岡城下に潜伏し、吉高の安否を探っている。天正十三年に職高氏が没した後は、その異名により、吉高に重臣として召し抱えられた。天正十五年の九州平定後の国人一揆では、黒田長政と共に姫熊白攻めに当たった。同年、長政が、 白石毛ふさを攻めようとした際にはそれをいさめたが、長政はそれを聞かずに出撃し、仕方なくのふさも従ったものの敗北している。天正16年、六千国を与えられる。文禄元年に始まる文禄慶長の役では朝鮮に渡り、参戦。慶長三年に帰国後、栗山俊康、法理智信と共に、宇佐神宮の造営にあたる。 慶長五年の関ヶ原の戦いの際には、吉高と共に、武前国中津におり、石垣源の戦いで、大友氏の家臣、吉弘東高を討つ武功を挙げた。戦後、主君、長政の筑前国への違法の際に、武前国小倉の近くに、黒崎城を築き、一万六千国を領し、大名格大宮を得る。黒崎城は、筑前六誕城の一つ。 慶長十二年、長政の使いとして、徳川秀忠、家光に配越して、馬を賜った後、巣を守りを召する。慶長十九年の大阪冬の陣では、長政の着難、黒田忠之に従って従軍。玄那元年、一国一条例の発令に伴い、黒崎城を破却。玄那九年、一万三千国を、孫の政友に譲り、隠居、停発して、 半歳同化しわと名乗った。寛永十年、黒田騒動が起こると、栗山俊明と結んで、倉八正俊を排斥した。寛永十一年十月二十二日死去。去年八十一。息子、井上勲名は、黒田長政の長女、菊と婚姻。二大将軍、徳川秀忠に仕えて、慶長十五年に五千石取りの旗本となり、従五位した。 アワジマに助任した。これフサの実弟の家系は後に、福岡藩市に召し抱えられ、筑前に戻っている。これフサが、石が起源の戦いで撃ち取った、義弘ヒロは、大友氏の改役後、立花宗茂に、主観するまでの間、これフサの元に身を寄せていた。東郷は、豊臣秀吉から、無双の槍使いと称賛されて一体の主柄の槍を、 許されていた合傑であったが、敵将、小田急をさえもんのなど30から40人を自ら、撃ち取るも、重傷を負い、友のぬぼに功を上げさせるため、自陣して撃たれたと言われる。黒田官兵衛と24期147ページ。ありがとうございます。